みなさん、こんにちは。アリオーナです。最近まではですね、妹との山形の動画をいっぱい公開したんですけれども、今回はですね、私の大好きなシリーズ、地方のお土産ですね。で、今日は早速山形で購入した美味しいものを紹介したいと思います。では一つ目はですね、こちら。そう、こちらはですね、シンプルなんですけど、さくらんぼのジェリーです。ちょっとまだ私は開けてはないんですけれども、絶対に美味しいと思います。で、これは2箱買っちゃったんですけど、これ結構、中に6個入ってます。で、1つが、22g なんですけど、なんとですね、130円程度でしたね。山形駅で購入したんですけど、なんか安いなと思って、でも絶対に美味しくないわけがないので、ちょっと買ってみました。では2つ目いきます。2つ目はこちら。ちょっと反射してますね。こちらはさくらんぼのリキュールになります。これはですね、同じく山形駅で買ったんですけど、もう時間がすごくない中でお土産悩んでてですね、で、それが最初から麺に入ったんですね。あ、これだって思ったんですけど、いやちょっとお酒控えようとか、他にもいろんなものあるし、もっと見ようって思ってたらですね、もうずっとこのリキュールが頭からですね離れなくてですね、もうこれ買っちゃいました。で、これがですね、多分お値段がこれ300ミリなんですけど、700円前後で、でですね、こちらはアルコール度数は5度しかないので優しいかなと思います。で、売り場のおじいちゃんと話したら、何で割りますかって聞いたんですけど、これは別に割らずにそのまま飲んだ方が一番美味しいんですよっていう風におじいちゃんが教えてくれたので、まあそうですね、これぐらいの5度っていう度数だったらね、いけるかもね。これも、いや今すぐ飲みたいね。そう、しかもちょっと見えるかしら、そう、こちらはですね、実は山形の佐藤錦を使ってるんですって。いや、それもそれでいいですね。いや、これは本当に楽しみです。今日の夕食にでもしよっかな。それでは3番目に行きたいと思います。3番目はですね、こちらはですね、乾燥したお肉なんですね。まあ言っちゃえばビーフジャーキーなんですけれども、私普段からはジャーキーとか食べないんですけれども、この商品はまあそうですね、米沢牛なんですね。これは米沢牛だったら、いやこれは買った方がいいんじゃないって思って、で、いろんな商品が置いてあったんですけど、最初はなんかサラミとか、なんか米沢牛使ったサラミとかなんかを買おうとしたらね、売り場のおじいちゃん、そこもおじいちゃんがいたんですけど、なんかそれも美味しいんだけど、どちらかというとこちらのもの、こちらの商品が、これ実は米沢牛しか使ってないので、うちのお店では一番おすすめなんですよって言って、で、こちらを勧めてきたんですね。ただこちらは確か値段が一番高かったんですね。こちらのパッケージものすごいもう軽くて薄っぺらくて、もうこんなこんな薄っぺらいんですけど、こちらはですね 35g しか入っていないです。で、こちらは本当に今セーブ見てるんですけど、米沢牛しか入ってないですね。カメラで映るかな。そう、しかもこれパッケージに米沢味自慢って書いてあるから、絶対美味しいですよね。でもこれだったら、まあ多分ビールがいそうですよね。で、ちなみにこの製品じゃなくて、他の製品ですと何が違いだったかというと、まあ、他のお肉を混ぜてるわけなんですね。で、成分も読んだら、なんかオーストラリアの牛とか、まあ、そういうものをちょっと足してるんですね。で、米沢牛が例えば4割とかそれぐらいだったので、まあこれは少し値段はそれなりにしましたけれども、この 35g で確か1200円ぐらい、それぐらいだと思うんですけど、
まあ思い切って買ってみようかなと思って買いました。でこれはちょっとビールと一緒にビールのおかずにしたいと思います。次のライブの時にでもこれを一緒に食べようかな。それでは4番目に行きます。4番目はですね、タラーン、こちらです。芋煮です。芋煮を作るためのキットですね。これは結構私以前にもね動画で紹介したことあったんですけど、本当に芋煮が大好きです。山形には初めて3年前に行きましたけど、もうその時に食べて、その時からずっと私が大好きな味ですね。でこちらは作り方は平干し、これはもうそのまま召し上がってくださいだそうですね。お酒のつまみとしても最適です。またお好みに応じて温めてお汁物としてもお召し上がりいただけます。なるほど。こういうことなんですね。で、まあ私の大好きな芋煮なんですけれども、この商品の面白いところは、そう、パッケージにも書いてあるんですけど、こちらって実はすぐに食べれるのって、中にもうお皿に入ってて、でフォークもついてるからどこでも食べれるんですけど、私はやはりゆっくりと家で食べたいなと思ったんで今回持ち帰りましたけれども、これ本当便利ですよね。まあ言っちゃえば旅行中に電車の移動の時とかにね、これ食べれちゃうわけなんですよね。まあ行儀悪いんですけど、いやーこれも美味しそうだね。それでは5番目はこちらのグミです。でこちらは、まあ、ただのグミじゃんって思う方もいるかもしれないんですけど、これの何が面白いかというと、これは山形県で作ったぶどう でこちらの何が面白いかというと、実は製造しているのが大阪の会社なんですけれども、こちらは使っている、この味付けに使っているぶどうが山形のぶどうだったので、あ、これ面白いなと思ったし、こんなグミ見たことないのでちょっと買ってみました。私が甘いものは普段からそんな食べないんですけど、グミは結構好きで、なんかグミって甘酸っぱいじゃないですか。そうだからグミは結構好きでこれ気になったし、あとそう、これのぶどう品種ちょっと見えるのでしょうか。ちょっと白飛びしてるんですけれども、この商品で使っているブドウがデラウェアっていうブドウ で面白いのがですね、私今までブドウの品種詳しくなかったんですけど、今ワインスクールでねデラウェアなんて出てきましたので、あ、これじゃんって思って買っちゃいました。それではですね、今日の最後の商品6番目に行きたいと思うんですが、これは多分ご存知の方も多いんじゃないかなと思います。はいはい、すでに分かった方もいるかもしれないんですけど、ではでは6番目はこちら、はい、ミルクケーキです。ご存知の方も多いですよね。こちらは確かに都内とかからでも、まあ、山形にいなくても手に入ることはあるらしいんですけれども、山形だったらねいろんな味があって本当にうまいんですね。で私今回ですね、多分15箱ぐらい買ったと思うんですけど、ちょっとお土産に渡したりして残ったのがですね、これぐらい残ってます。8箱ぐらいですね。でこれが味は様々でですね、まあ今回私の好みの味を買ったんですけれども、私のですね一番大好きな味はこちら。こちらはさくらんぼの味なんです。これが山形らしいし美味しいし、本当に個人的にすごくおすすめです。で、そうですね、これさくらんぼなんですけど、あとはラフランス、こちらですね。こちらも結構美味しいです。こちらも数箱買ってます。ほら、これぐらい3個買ってます。サクランボ味も3個ですね。それとこれクラシックの味ですね。これを2つ、あ、
実はもう一個ありましたこちら、こちらブルーベリー味です。これ本当は2つあったんですけど1個食べちゃいました、ごめんなさい。で、こちらも結構美味しい。さくらんぼには勝てないんですけど、結構こちらもね、ブルーベリーの味なんですけど、うまいです。はい、今回の山形のお土産はこんな感じでした。まあ、今回はですね、少しお菓子寄りとかになってはいるんですけれども、本当に山形といえばミルケーキ、ミルクケーキって本当に美味しいですよね。多分ご存知の方も多いと思いますし、ご存知でなくても、まあ、買って、あ、美味しいじゃんとなる方も多いので、もしどっかで見つけたらぜひ食べてみてください。はい、皆さん、今回の動画いかがでしたでしょうか。もしこの動画気に入りましたら、ぜひチャンネル登録といいねボタンお願いします。この登録ボタンがね、下にあるので、ぜひよろしくお願いします。今日は最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でもお会いしましょう。バイバーイ